ちょっと待ちください。係につなぎます。はい、渡した。ちょっと待って。はい、行かないでくれ。電話変わりました。光109号に爆弾を仕掛けた。これはあの岡田茂さんで東映の社長の持論だったんですけど、アメリカで当たったヒットした作品の、何年か後には日本で同じような映画がヒットすると。今アメリカでヒットしてたのはそのタワーリングインフルとか大震災とかいうサスペンスものだと。日本でも必ずそのブームがやってくるから、そのサスペンス何か考えろというようなことがありました。それでプロデューサーがそういう社長の命令を受けて、で今僕のところに来て、新幹線というのは何かあったら必ず不審物が見つかったり、不審の乗客が見つかったら必ずすぐ近くの停車する予定のない駅に停めて、その不審物検査したり、不審の客を、調べて安全を確保するっていうのは安全警察の第一条みたいなとこあるみたいなので。でももしその新幹線が止まれなかったら、そういうような不審物なら不審の人物を見つけたりね、止まれなかったらどういうサスペンスになりますかねというので、まああのそれをもっとヒントに、小野龍之介君というそのシナリオライターと一緒に、そのプロデューサーが撮ってくれた北海道の大雪山のそこのホテルに一月ぐらいこもりましてね、止まったら爆発するという爆弾を仕掛けられたら、でそれをどうするかという大きなストーリー、それをさらにこう細かく段取りをしていって、ストーリーの大きな流れに関しては小野君 の力もあるんですよ。で実際にあの書くという作業は、前半は僕が、後半は小野君が書いてくれますけど、ね、それを足して、一月ぐらいでシナリオを作ったんですけどね。なんだこれ。そのローラーが車輪に連動してスピードメーター回すんだ。スピードが80キロ以上になると第一のスイッチが入る。そしてスピードが80キロ以下になると第二のスイッチが入って爆発するんだ。そんなもんどうするんだ。新幹線の台車にこれ仕掛けるんだ。ジョコンとこ時代にあの趣味でラジオを組み立てたりしたんですよね。その時にそのある周波数になるとスイッチ入ってなくても自動的に立ち上がるっていうシステムがプライベートラジオであった。で、まあそれを経験があって、あるスピードになったらスイッチが入る、自動的に入るというそういうシステム自体は知ってたんで、止まれなかったらどうするかという会社から要すると、ある時速まで減速したら爆弾のスイッチが入っちゃうという設定、使いにはないかということで僕は考え出したんですけどね。大塚さん、博打が嫌いでしょ。うん、あんまり好きじゃないね。どうして。だから自利品になる。人生真面目にやりさえすればなんて思ってたんじゃないんですか。そういう君はどうなんだ。負け犬には違いないな。ただいま。おお、おかえり。小川君だ。大城宏。俺今こいつに壊してもらってるんだ。小林さん。まあ当時あのいわゆる高度成長経済が崩壊して、大企業はまあ大きくなってくる、中小企業はどんどん潰れていく。だから全学年が70年安保で全く力がなくなって、それから10年ぐらい前からいわゆる金の卵っていう地方から店に集めて労働力に安い労働力に使ってたっていう状況、そういうようなものを合わせて社会の底辺恵まれない連中を主役にしていこうと
ということで潰れそう中小企業、潰れた全幕屋の元は、投資金の卵を弾けちゃった沖縄の少年で3人を設定した、ね、まあその狙いというのは国鉄国家に賠償を要求するという国家に対する戦い、庶民たちの無名戦士たちの戦いをまあやろうじゃないかと。そういう意味ではあのパリインフェルノとか大震災とは全部視点が違うと思いますけどね。まあその辺はあのやっぱりいわゆるヌーベルバーグから起こった新しい日本映画の考え方、作り方みたいなのね、ものすごい影響されていると思いますけど、社会、国家から抑圧されて、あるいは阻害されて恵まれない者たちの一つとして、で高倉健さんというのはそれまでいわゆる人気映画なんかで、まあ、末端の組織の小さな組で、そこでまあ親分殺されてそれを復讐するっていう役が多かったわけですけどもね、その時代はあの健さんだけじゃなくて、その日本映画 のいいヤクザと悪いヤクザ、あるいは強いヤクザと弱いヤクザ、あるいは恵まれて金儲けがうまいヤクザとか、あるいは庶民とかという具合な、非常にあの二重の対立構造っていうのが普通だったんですよね。何です、光百九号を止める。万一市街地や工場地域で、爆発した場合の被害を考えると、安全地帯で百九号を止めるというのはやむを得ぬ処置だと思います。しかしこの上二次災害を起こしたら世論は納得しないでしょう。でその停車のゼロ地点は、映画そのものがいつもその対立っていうのは大事な要素なんだっていうのをずっとまあ東映では言われてましたけど、そういう A と B の対立、どうしてもやっぱりいい方と悪い方というか分かれちゃって問題たりがどうしてもルーティン化する、その3つにしようじゃないかと、三重構造にしたらどうなるかということで、国鉄と警察とそれに反抗する、それに対抗するやつ、それで三重構造にするか、そのなんかあのうまい具合にはまったのかなという気がしますけどね。そういう意味であのサスペンス映画としては積み上げ方が非常に工夫がいる。それが新幹線の場合は80キロに落ちたら爆発するというのは非常に単純な設定にかかわらず、例えば博多までの間という時間的なサスペンスと距離的なサスペンスと、でさらには警察と国鉄と当事者たちっていう3つの前の行動がうまい具合にサスペンスとして組み合わさったんじゃないかなと。だからあの見てて先が読めない、実はサスペンスは最も大事前提状態ですけどね、そういう意味ではうまくいったのかなっていう気がしますけどね。光20号棟は今浜松駅通過中、光109号500メートル前方に接近。 ATC 開放10秒前、98765秒前、4321。当時の企画部長が非常に気に入ってくれて、これぜひ映画化したいと努力してくれてたんですけど、国鉄にその新幹線の協力を申し込んだら、まず新幹線大爆破という題名が悪いと、だから新幹線危機一髪とか新幹線大捜査法とかそんな名前にしろとかいう話、いやそれはもう東映側は大爆発で行くみたいなことで、本当にその何か言うと国鉄は必ず会議で決めます、会議で決めますって、すぐその場で返事がないわけですよね。で一月全く無駄に過ごしちゃったんですけどね。当時の東映というのはもう企画ができて OK になったらもう風切りを決まってるわけです、決めるわけですね。そういうのは制作体制だった。当時はもうフィルムですからね、現像して編集して音入れして風切りの2日前にやっと完成した。その1週間ぐらい前は本当にもう徹夜徹夜みたいな連絡で、一応完成試写というのを社内でやって、そこで上層部が見て、これ内容がまずいとか長すぎるとか、あるいは会社側の要望が手直しするというのが普通は
あったんですけど、その余裕が全くない2日前だったんですかね。フリーパスで OK になって、実際に2時間40何分ですかね。当時はもうほとんど2時間枠、1時間半が普通のスタンダードだったんですね。対策1本立てに移行するときに2時間ものにするという時代のちょうどまあ流れとうまく合致したというか、国内での空輸では本当に赤字か黒字ギリギリぐらいの感覚動員しかできなくて、まあ、一つ大きかったのは、普通はあのメディアの人たちを呼んで試写をして、メディア試写っていうのをやっていろいろ書いてもらうわけですね。それがあの実は完成的に非常に大きな宣伝力があって、それができなかったってことが一つ大きかったみたいです。それがまあ半年ぐらいですかね、フランスがそれを買ってフランス風に再編集しっていうのは、フランスはもう必ず外国映画輸入した時にはその権利も一緒に買うみたいですね、再編集ね。それがまあ非常に大ヒットしたフランス でその話題がどんどん日本に入ってくる。またそのイギリス映画祭でアウトスタンディングアワードっていう番外賞みたいなものをもらったりということで、それからテレビでまあいろいろあの放映されたりしました。単色版が多かったですけどね。キネジュンの、まあ、観客投票数で1位になったんですよね。それもまあニュースになったりして、でじゃあ日本でもう一回やろうかという話になったけど、というまあある意味ではちょっと作品的にはあまり恵まれない状況だったんですけど、ただ今思ってもう30年前に作ったのに、まだ話題になる、あるいは DVD でないということは、作ったものとしては非常に嬉しいことだね。俺の目的は殺人じゃない。金が入り次第に外し方を教えるよ。君、光109号にはお産を仕掛けてる人がいる。難産だ。至急病院に入れないと危ない。金は間違いなく渡すから、爆弾の外し方を今教えてくれないか。だったら早く金渡すんだな。爆弾は1分もあれば外せる。それから、まあ、キャスティングに関しては、あの普段僕はキャスティングディレクターにほとんどお任せしてるんですけど、まあ、先ほど言ったプロデューサーの坂上君が新幹線だいぶ上がったら、いろいろ題名も問題だし、キャスティングを少しでも豪華にしようじゃないかと言って、本当にもう体当たり的に俳優さんに会って口説いてくれたらしいんですよね。本当ワンシーンで大事で、普通だったら無名の俳優さんとかエキストラ使うべきですね。いろんな人を呼んできてくれてやってくれたっていうね、これはもうその辺はあの坂上くんの努力、まあ先ほどみたいに坂上くんが初めから企画からまあ関係して、とにかく当てをあのキャスティングも豪華にしようとか思いはあったと思いますけどね。初めはあの菅原文太、当時は、まあ、菅原文太君はいろいろ薬剤まで大人気があって観客動員であるからということでやったんですけど、そしたらまああの断ってきたんですよね。というのは、まあ、彼の奥さんがシナリオ読んで、これ主役は新幹線だと、俳優じゃないと、出てもプラスにならないと言ったらしいですけどね。それでどうしようかってところに来れたら、その坂上君が高倉健さんに本を読ませたら、健さんが非常に面白いと、ぜひやりたい。健さんはもう東映離れて、いろいろまあごたごたあったりしたのが6年ぐらい離れてたんですね。で、まあ、東映も菅原文太断られたり、あとはじゃあどんなキャスティングするかっていうのはいろいろね、健さんがやりたいという話で、まあ、それでいいじゃないかと。今更健さんじゃない、高倉健じゃないやっていう話、声もあったみたいですけどね。僕の方はもう高倉健だったら本当に助監督じゃないから、彼がまだスターになる前からもよく知ってたもんでね、健ちゃんがやってくれるのはもう本当に言うことないっつって、あのまとまったんですけどね。計画通り結婚しよう。今日しかないな。ああ、今さら後戻りは真っ平だ。やろう。初め実はあの山本圭の役は僕は原田芳雄を希望したんですね。原田芳雄からも断られた。
で困ったらその宮古さんが山本家を絶対おかというジャングル公園に来るような年齢的にちょうど合う人で彼にしたんですけど、まあ、本当に彼はよくやってくれたと思いますね。彼は、ね、敵役だったと思いますね。で宇津井さんに関しては東映の当時のテレビにはしょっちゅう出てて撮影所ではあって、それから僕は大映のテレビにちょっと関係したことある。その時宇津井さんと一緒に仕事したことあるんです、ね。高倉さんが5だったら宇津井さんが10という形でいいんじゃないかみたいなことでお願いしたんですけどね。84キロまで落ちた時にはもうダメかと思いましたが、なんとか間に合いました。よかったな。しかし驚いたよ。安全のための ATC 装置が逆に我々の首を絞めようとしたんだからな。千葉真一君がああいう運転手っていう地味な役をねやってくれた、いろんな意味でシナリオよりも膨らんでったってことは間違いなくあると思いますね。もうこれは本当にシナリオと実際のキャスティングの差っていうのはいつでも実感させれますけどね。やっぱり机上の計算と現実的な撮影とは随分違うということで、なぜか東京の東映撮影所全体がなんか盛り上がってましてね、スタッフもキャストも非常に協力的で、先ほどの徹夜も厭わずやってくれた、そういう記憶がありますね。ことにキャストはセリフもないのに人たちがただ座ってるだけの状況が多いわけですよね。どんどん本当に40日間がきちっとね来てくれてね、集めて、まあもちろんその人たちを集めた人が苦労してくれたと思いますけどね。まあそれはちょっと言えばシナリオが面白かったっていう言い方もできるかもしれないですからね。本来なら、まあ、揉めるトラブルになるような問題も全く起こらず、僕としては本当に体力的な問題は別として精神的な問題何もなかった。それはもう本当にスタッフとキャストの協力、本当に協力的だったお考えだと思いますね。120号分岐点通過、点滴操作を。東京駅のホームはオープンネットに組み立てましたけども、国鉄の協力がないと一番困るのは窓外に流れる風景と、それから運転席から見た前方、それから新幹線のスケジュールを全部把握して運転指令室が取れないっていう、ね、運転指令室に関しては最初まだ企画ができる前に一回見に行ったんですけども、ぜひあれをセットで再現したいと思ったから、国鉄は台本を見て先ほどの時拒否してきた。でもセット作らなくて、当時日本で仕事してた外国人の俳優をドイツの国鉄の技術者だと言って見学させてくれてって言って、で盗み撮りしてきてもらったんですよね。まあもう事故だからいいと思いますけどね。実際に車窓人物入れ込みでやるときに、その合成だとどうしてもリアリティがないっていうんで、先ほども言ったセットに作った客車の外にスクリーンを、大きなスクリーンつけましてね、そこに後ろ側からスクリーンを当てるみたいな方法を取ってやったんですけど、でもカメラマンが実際に新幹線に乗って隠しカメラで窓から撮ってきて、それで使ったと。それも結構きちっとしたダイヤと場所が決まってるもんですから、本当にその時刻と場所に行って天候を合わせなきゃいけないのがあって、随分苦労したみたいですけどね、技術の方は。それでもアーミー越しで撮れるような時はもちろん実験撮りましたけど、私も浜松駅のすれ違いだとかいろいろどうしてもミュージシャンに頼らざるを得ない部分
撮影所のオープンセットに150メートルという説とか300メートルという説が入れられますけど、まあ、長いミニチュアが10分の1かな、もっと小さい20分の1かな、作って走ってくる客観を撮ったんですけども、当時シュノーケルカメラ借りまして、これは1日100万円とかなんとかすごい値段するらしいのでね、それを使って東映の特撮部が撮ってくれたんですけどね、その費用とか段取りっていうのも、これまたいろいろ皆さん苦労したと思うんですけどね、借りる日数とかシュノーケルカメラの使い方とか、まあ、こっちはできたの見て、ああいいないいなっていうだけですけどね、その辺はもう本当にいくら感謝しても足りないなと。革命がうまくいった国へ行ってみたい。仲間入んのか。いや、キザに言わせてもらえばもう一度人間への信頼が取り戻せるかもしれないと思ってな。沖田さん何やりたいんだ。俺はブラジルでも行ってみてえな。一つ言えることは、今映画を作る状況っていうのはもう非常に苦しい厳しい状況ですよね。だからセットに、新幹線の車両そのものを2両も作って、しかも40日もかけて、先ほども言ったように座ってる人たちまで全部、同じにしておくっていうような、あるいは撮影時間を40日かけるっていうような独立プロの人たちができない中で、まあ、僕たちの場合は会社からお金がドンと入ってくるわけですね、制作費としてね。今の独立プロの人たちというのは資金集めからまず始めなきゃいけない、その中で映画を作っていこうっていうのは、本当にそれだけ映画魅力的なんだって、映画作るってことは魅力的なんだって言えば、まあそれっきりですね。そんな簡単なものじゃなくてね、もっと深いすごい思いがある人々に報いるには、映画館で映画を見る、あるいはまあDVD を買ったり、その辺の協力しかできないわけですけども、実際には日本映画の本数はどんどん減ってきてる、それを上映する機会場所もどんどん減ってきて、そういう中で映画を作るということ、今ちょっとした大きい映画の全部テレビ局の資本、そういう下でしか作れないというのは、テレビはもう放映を前提としている、そういう中でそれまでに頼らないで自分たちの作りたいものを作っていこう、で頭の差がある思いがしますけども、映画はかつてのフィルム時代に比べれば、今デジタルの方が非常にテクニック的には楽になっている、それを生かして、それを生かして頑張ってほしいなと思いますけど、だから日本映画そのものがどのように立ち直れるのかってなると、僕自身もよくわからんとかありますけどね、それは先ほども言ったように一つはヒーロー像がよくわかんなくなってきてくるということがあると思いますけども、それともう一つは映画の観客層の年齢の差というか、それが非常にどん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 大きくなってる、老若男女っていう言葉はもはや日本映画には通用してない、男好み女好み、あるいは老人向け若者向けにどんどん分化しちゃってって、それはなぜかっていうことは、逆に観客層がそういう具合に、社会がそういう具合に分断化してるってことだと思いますけれどね、それで本当に観客動員をどうするか難しいもんですけどね。